こんばんは。今回は野暮天満宮旧社祭の後編をお届けします。まずはパレードの先頭を切って ACJ 会長是枝氏がドライブする白輪王からスタートです。パレードは境内に展示された車から順にスタートしていきますが、境内から甲州街道に出るまでは結構な上り坂で、旧車にとっては試練の場かもしれません。そのため甲州街道に出るための信号待ちを坂の途中にならないようにスタッフが登ってくる車の台数を制限しながらの運営に当たっていました。登攀力が弱そうな車に対しては、見学している人たちから頑張れ頑張れの頑張れコールが次第に大きくなり、イベントの一体感を感じる瞬間でした。ここでパレードのコースを簡単にご説明しますと、野暮天満宮を出て大学通りを JR 中央線国立駅へ向かい、ロータリーを回り、再び大学通りを戻り、今度は JR 南武線野暮駅に向かい、そこから 1-2 キロのところにある公園がゴールになっていました。それではどうぞごゆっくりとお楽しみください。ここが JR 国立駅で、皆さんここに向かって進んできます。ここからの画像は1967年 B10 サニーで参加された濱田さんの車に同乗させていただき、助手席から撮影しています。お互いに走行中の画像なので、お見苦しいところもあると思いますが、どうぞご容赦ください。
ゴールに着きました。こちらが乗せていただいた浜田さんの B10 サニーです。いかがでしたでしょうか。大学通りの黄金色に輝くイチョウと旧車が絶好のバランスでした。